どうも、くまです。今日は最近、我が家がお世話になっている無印良品の冷凍食品を紹介します。便利便利とは聞いていたけれど、どんなものか。今回は1週間の食事を無地の冷凍食品でつないでみる、そんな企画を行ってみました。皆さんが好きなあの食品も出てくるかも。それでは、行ってみましょう。キンパ、カムジャタン、サムゲタン。今日は韓国縛りな夜。スープを冷凍したまま火にかけるため、湯を温め沸騰させます。沸騰したら10分から12分程度湯煎し、その間にキンパも温めてしまいましょう。こういった感じでレンジを開けると必ず小麦がやってきます。あ、こら、あっちに行ってなさい。スープが温まったらボウルに移してみます。彩りこそ違えど、韓国らしい香りがダイニングに立ち込めます。いや、もうお腹が空いてきました。キンパもお皿に並べて、付け合わせはキムチ。食卓は韓国の料理で彩られました。まずはサムゲタン。優しい味の中に大きな鶏肉の旨味がしっかりと染み込んでおり、もち米と絡んだスープが美味しい。続いてカムジャタン。こちらはホロホロとした豚肉の角煮と味の染みたジャガイモの相性が抜群。いかにも韓国といったような温まるスパイシーな味付けです。男性的にはもう少し量があれば嬉しかったですね。女性にはちょうどいいかもしれないですね。辛さやしょっぱさが口に広がったら巻き寿司のキンパを頬張ります。味はそこまで濃くなく、スープによく合う味付けでした。化学調味料なども不使用で、素材本来の優しい味付けがちょうど良い。こういった感じでいつでも手軽に韓国の料理が楽しめる部分も冷凍食品シリーズならではですね。いやー美味しかった。チキンのフォー。本日のお昼はフォーです。今日は珍しく少し肌寒い。そんな日にはまだまだ食べたい温かいもの。お湯で茹でるだけでフォーが簡単に楽しめるこちらを今日はいただきます。2分ほど混ぜながら茹でるとあっという間にフォーの出来上がり。小麦を横に器に持っていきます。では、いただきます。やはりお昼の麺類はいいですね。つるっといただけます。鶏肉がもう少し多ければ満足感がありましたが、これでも十分温まります。麺自体ももちもちしていてとても食べやすい。スープも美味しくどんどん進んでいきます。この手軽さはまた買ってしまいそうです。基本の玉ねぎハンバーグ。今日はお肉が食べたい。そんな夜にさっと用意できるのがこのハンバーグ。こちらもレンジで温めるだけなので調理がとても楽なんです。付け合わせの野菜をさっと用意している間に隣のレンジでハンバーグを温めておきます。3分ほど温めたらさっとお皿に盛るだけ。これだけで手軽にハンバーグが食べられます。あー、お肉食べたかった。小さく作られているので食べやすいですし便利ですね。焼いて焼き色をつけても良いですが、レンジで温めた場合は彩り的にもう一つですかね。次はフライパンで焼いてみるのもいいかも。味も玉ねぎの甘みや肉のジューシーさがしっかりとあります。個人的にはソースなどではなくお塩で食べたいハンバーグでした。こういったひき肉を用いたお肉料理がさっと用意できるのは時間や手間をかなり省けますよね。国産豚肉入り餃子。今日の夜は麻婆豆腐。これだけでも十分ですが、もう一品加えて中華気分を味わいたい。そんな時に無印良品の冷凍餃子。餃子は自分で作るとやはり大変なので、お互いが仕事の平日は助かります。フライパンに油を垂らし火にかけ、一度火を止め餃子を並べていきます。ジップ付きなので半分だけ食べてまた明日ということもできるのがいいですね。水をかけて5分蒸し焼きにします。頃合いを見て蓋を開け、焼き色がついたら完成。美味しそうです。いただきます。味は強めというより素材の味が生きているという感じです。ただおかずとしてはちょうど良い味付け。至福の時間。中華料理は材料を揃えたりするのが大変なこともありますが、この餃子であれば忙しい日でもさっと焼けるのが嬉しい部分。あっという間になくなりました。ごちそうさまでした。すぐ使えるネバネバ野菜、揚げナス。今日は残業、疲れたな。お、小麦、ただいま。今日
今日は妻は友人の家に泊まりに行っていて、僕も夕飯はいらないとは言ったけれど、やっぱりお腹が空いた。そんな深夜の小腹を満たしてくれるのも無地の冷凍食品。胃腸の粘膜を保護してくれるオクラや、少しだけボリューム感を出したい時のナス。どちらもさっと茹でてお皿に盛るだけ。ナスは炒めても味噌汁やお吸い物に入れてもいいですね。オクラは粘りがあり、滋養強壮にも良さそう。夏バテ気味な体を少しリセットしたい。夜に少しだけ食べたい。そんな時は自分の体を考えつつ、さっと食べられるもので明日に備えましょう。五穀米ご飯の鮭おにぎり。午前中は家事や在宅ワークであっという間に過ぎてしまった。冷蔵庫の中は調理しないと使えない食材が多め。ご飯を今から炊くのも時間がかかる。そんな時はこの冷凍おにぎり。個包装されていて取り出しやすく、レンジで温めるだけで簡単にほかほかのおにぎりが食べられます。鮭やシーチキンが入っているからか、小麦が匂いにつられてやってきました。さすが猫、魚の匂いはしっかりわかるようです。時間がないお昼はこんな感じで一汁一握り、十分だと思います。このおにぎり食べてみると結構味がしっかりついてるんです。これはおかずがなくても次々口に入っていきます。味はしっかりめですが、添加物や保存料、化学調味料は不使用。いいおにぎりを出してくれますね、無印さん。忙しい合間のお昼はおにぎりでパッと腹ごしらえをしましょう。ポルチーニとベーコンのクリームリゾット、鮭のバジルソテー。今日は僕が休みで、妻は外での作業から帰ってきました。僕は先ほど外でコーヒーを飲んできたので、あまりお腹が空いておらず、妻の夕食を作ることに。今日は無地の冷凍食品で、妻の好きなリゾット。温めた鍋にリゾットを凍らせたまま沈め、基本は10分湯煎。好みの硬さによって湯煎時間を変えてみましょう。リゾットを温めている間に鮭のバジルソテーを準備。ソースだけ袋から取り出し、他の具材は凍ったままフライパンへ。鮭を2分間焼いて片面に焼き目がついたら、裏返して蓋をして、今度はしばらく蒸し焼き。焼き上がりが近くなったら火を止めて、バジルソテーを全体にかけてまた少しソテー。バジルの良い香りがキッチンに広がります。リゾットも温まり、良い感じ。あー小麦、やめてくれ。妻の夕飯がなくなる。では、召し上がれ。さっとできて彩りもしっかりあれば、冷凍食品でも温かみのある夕食になります。リゾットはポルチーニの味わいが深く、しっかりめの味。白ワインと合わせても良いかもしれないですね。リゾットには厳しい妻もご満悦です。鮭のソテーもバジルの味が効いていて、とても美味しいです。この2皿はすごく合いますね。ただ、量が少し少なめなのは残念。妻はもっと食べたがっていますね。シェアする場合、パートナーと分けるには少し物足りない感じでした。しかし、冷凍食品のおかげで妻の機嫌を取ることができました。ありがとう、無事。クリーム大福、あん入りわらび餅。今日は深夜まで編集作業。ちょっと休憩しよう。今日は週末だから甘いものがなんとなく食べたい。そんな時にこのクリーム大福とあん入りわらび餅。わらび餅は自然解凍で食べられ、クリーム大福はレンジで解凍します。すぐに美味しいスイーツがテーブルに並びます。今回は2つを食べ比べてみることに。まずはクリーム大福。もちもちとした生地の中にあるこしあんクリームが、甘いものが食べたかった欲をしっかりと満たしてくれます。いやー、幸せな気分になります。少し手がベタついてしまったのはレンジで解凍したからでしょうか。自然解凍の方がもしかしたら良かったかもしれません。対してわらび餅、こちらはプルプルとした餅と滑らかな舌触りが美味しかったです。このシリーズは4個パックで包装になっているのですが、欲を言えば一つずつ包装が切り離せれば便利かもしれません。急な来客の際などにも良いかもしれませんね。深夜の甘いものは後ろめたさと食欲で美味しさが倍増します。ごちそうさまでした。ということで、無印良品の冷凍食品を1週間テーブルに添えて過ごしてみました。いや、とにかく便利の一言。
冷凍食品があるというだけで気持ちがかなり軽くなります。常に冷凍庫に入れておきたいシリーズですね。皆さんも無印良品に遊びに行った際はぜひ探してみてください。それでは今日のクマログ生活の山小屋はここまで。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。